一ノ瀬さん、滝さんにとって一番思い出の深いこう撮影エピソードってのはどこになるんでしょう。初日のシ一話のシーン一、はい、あれが初日撮影やったんですけど、はい、いやマジかよとは思ったっすよ。<laughs> 裸でアクションする、うん、しかもこの体重で、うんうん、こんな痛えのって思ったっす。はい、あれね、あそこの土俵の下って、うん、まあ柔らかくはないけど、まあ土だからと思うけど、うん、まあまあなことっすよ。 本当に相撲の稽古シーンってニュースとかでしか見ないじゃないですか、うん、だからこのサンクチ口アりであ命懸けなんだなっていうのが分かったっていうか <laughs> 立ち合いでこうパーンって当たる瞬間がなんか聞いたことない音するんですよね。<ー>カパンっていう何その音っていう。